切な判断だ。伝説の星スプライトか。なあ、あのシールド夏目の壁に似てね。ああ、確かに言われるとそうかも。じゃがいくらなんでも大きすぎるぞ。みんな無駄口はおしまいだ。一気に沈めるぞ。2番攻撃を始める。ここがスプライト。陛下ですら場所を存じない。秘密の星か。わかった。今日はよく当たるな。ここミルの攻撃をここまでしのぐとは、なんと強力なシールドだ。攻撃あイーグルゲイザー。了解。わらわを甘く見るでない。
わかった。攻撃成功。わかった。イーグルゲイザー、了解。これがそちに与える罰じゃ。わらわが奥の手。準備完了じゃ。承知しました。承知したわ。了解。あたしの魔法撃破見せてあげるわ。わかった。よし、チャンス！いきますよ！
わかりました。了解だ。心得た。もう先生、運のいいやつじゃ。バーンブラスター了解よ。わかった。了解だ。2番機了解だ。撃墜したぜ。目標倒せたみたいね。今度は外さないわ。よし、わかった。目標撃墜。たどり着けなかった。伝説の星だ。わかりました。大命中なのだ。
ワンダフル、エネルギー50%。まだまだ軽くくヘキサクロスブレイク、避難しました。クロスケリム見てよ、エネルギー探偵いいもの見せてくれる。了解です。勝利。ふっ。テリオロン。回避に失敗したの？残り半分だ。食らうのじゃ。どうだ！燃料50%。
承知したわ。お給が完了した。もう一度攻撃に戻る。よし、わかった。補給完了。もう一度行ってきます。助かったのだ。もう一度行ってくるのだ。攻撃を回避。見事な派手な一発。お見舞いするぜ。ジェノサイド！ボンバー！撃墜したぜ！エイキー！アイケよっしゃー、やっつけたわ。とびっきりの攻撃をしちゃいます。承知しました。ハイパーブレスター。ラッサー！
が回避した。我らの鉄槌受けてみよう。心得ました。よし、全滅だ。ルクシオリオリブレイブハート、こちらブレイブハート、ミッションエリア内はクリアです。増援の様子も見受けられません。エンジェル隊は直ちに帰還してください。了解、戻ります。エンジェル隊、ただいま戻りました。お帰りなさいませ。いや、ありがとう。何赤くなってるのだ。いや、なんかこう丁寧に言われるとスプライトと連絡は取れましたか。それがなんじゃ、ダメなのか。あの強力なシールドのせいみたいなの。なら外してもらえば。バーカ、どうやってそれを伝えんだよ。バカっていうやつがバカなんだぞ。うっせ、バーカ。隊長に対して何たる口の利き方。はい、ガキの喧嘩はやめやめ。しかしこれでは拉致が開かないのでは。その通りなのよ。あとたった今分かったことなんだけど、あのシールド特性が夏目さんの護身壁と同じなのよね。なに？ほら見ろ、言ったじゃねえか。我らたちの能力と同じじゃと。そうらしいのです。どういうことなのでしょう。よし、さしやし、忍び足。説明しろ。はい、どういうことぞ。教えてください。まずはこの状況からなんだけど、私たちの予想通りだったわ。妖精族のつながりが切れたのもこのシールドのせい。スプライトの妖精全員による巨大護身壁よ。待て待て、あやかしたちにもできるのか。これは本来妖精の能力、か弱き存在である私たちのまさに護身の力なの。それが何故。いざ酔いの関係に。そのことは後で。妖精の王さ、ハゴトより説明を聞いて。妖精の王さじゃと。でもそのハーコットさんとどうやって連絡を取ったらいいのかしら。つながりさえ遮られているわけだから、あなたたちにも連絡できないのよね。え、その通り。何か手段があるのですか。単純な話よ。護身壁には護身壁で、どんなに強力で巨大な護身壁でも
護身壁でなら通過できるの。それじゃあ、あなたたちが直接？冗談じゃないわ。むちゃ言わないで。確かに空気も遮るけど、真空中に出るなんて真っ平よ。ではどうするのです？ちょっとシャトル貸して。そのくらいの大きさのなら私たちとイザユイ姉妹で作れると思う。無理じゃ無理じゃ。はい、そちらのように自由には出せぬ。何かしらのきっかけが必要ぞ。それにシャトルを追うほどなどとてもできそうにありませんの。決めつけちゃダメ。そう、この能力は心の力。大丈夫、私たちを信じて。なんじゃと。プディング、酸素補給。はいはい、なのだ。アホか。アホっていうやつがアホなんだぞ。ライトに接近。護身壁だ。止まるよ。これでいい？オッケー。バッチリ。僕に手伝えることは？私たち4人を信じること。はは。わかった。それじゃ、夏目。うん。そして、ゆず。はい。行くわよ。目を閉じて、そして深呼吸。落ち着いてね。リラックスよ。心を静かに。いい感じ。それじゃあ、私たちも入るわよ。
サンタロース、ゲルシー、ユーズ、ナツメ姉様。感じる。感じます。わらわの中に、ユズを、ユズの中に、姉様を、そう。お互いのことだけを考えて、ユズだけを、姉様だけを、心を、満たすの、ユズ。姉様、お互いへの信頼で、ユズ、姉様、ただひたすらに、ユズ、姉様、すごい、すごいです。護身壁の中なのか？カズヤ、進んで。了解。どうなんだ？うまくいったのかな？あっ、おぉ、へっ、ふぅ、えっ、やったー、みんな無事だわー。うまくいったんだね。どうなんじゃろうな。ゲルシー、サンタローザ、どうなの？よかった。シールドは取れたんでしょ？どう？艦長より白波少尉。通信が入るということはじゃ、星に護身兵器がないということです。こちら白波、うまくいったんですね。ええ、今スプライト元老院から連絡があったわ。すぐに使者を送ってくれるそうよ。よかった。それじゃ、とりあえず帰還してちょうだい。わかりました、すぐに戻ります。よかった。